急流駅側から見た、あまねじ展示とは、香港の急流、西急流地区のユニオンスクエア内に位置する、高級住宅である。2003年に建設が始まり、2008年12月6日に、完成した。低層部は共有しているが、中層部から高層部は、北塔と南塔との2つの棟に分かれる。南塔は、香港で最も高い住居棟である。 また北東には、スターウッドホテルチェーンの W ホテルが入居している。また他のスペースは、テナントオフィスビルとしても利用される見込みである。アマネジは、九流の西九流に建設が進められている、ユニオンスクエアの中核施設の一つとして、2002年より建設が進められた。アマネジという名称が決定される以前は、九流湛第6期と呼ばれていた。 香港の地下鉄事業者の地、鉄工士と、総合不動産会社である新大取吉さん、などによって建設された。天根寺展示は高さ269.9メートルで、地上68階建てである。香港国際空港への空港連絡路線である、MTR の機上回線、およびその他路線である東優線の発着する、急流駅直上に作られている。また正面には、 ビクトリアワン及び西急流航路を望んでいる。ありがとうございます。